ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、地球の静止する日。監督は、ロバート・ワイズ。1951年の作品です。ある日突然、ワシントン DC に飛来した謎の円盤状飛行物体。そこから降り立ったクラプーと名乗る男は、全世界の指導者に、地球の危機に関わる重要なメッセージを伝えたいと主張。地球外からやってきた圧倒的な知識と技術を持つ彼の思惑を図りかねた合衆国政府首脳は混乱し、果たして、というお話です。出演は、マイケル・レニー、パトリシア・ニール、ヒュー・マーロウ、サム・ジャッペほか。宇宙人といえば、侵略者やモンスターを連想した時代に、地球人よりも知性的な平和主義者を世に提示した先見的作品。登場する物言わぬスーパーロボット、ゴートは、禁断の惑星のロビーと並んで有名です。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。